松野修太はニート時代、お金がなさすぎて塩を舐めて生活していた。松野修太は新しいパソコンを手に入れるため懸賞ツイートを鬼ほどリツイートしていた。松野修太は懸賞ツイートをリツイートした結果、ディスプレイが当たった。嬉しい。